YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ベーシストのマッキーです。今回はね、最近流行っている星野源さんの恋という曲をやっていきたいと思います。これなんかドラマの主題歌で、ちょっと僕あんまりテレビ見ないんですけど、このテレビのドラマだけちょっと最近見たんですけど、結構面白くてね、最後のね、あの新垣結衣さんの踊りがね、話題になってますよね。最後聞いてたら、これ弾いたら面白いかなと思って聞いて、ちょっと解説しようかと思ってます。で、一昨日ぐらいにちょっと動画を上げたんですけども、結構みんなタブフくれタブフくれってことなんで、あんまりねタブフに依存すると上手くならないよってコメントに書いたんですけども、とはいえね、僕の YouTube でベースを始めた方とか初心者の方もいるので、ね、最初に有名な知ってる曲、話題の曲とかを少しねベースで弾けると、初心者の人もモチベーションが上がるかなということで、今回はねちょっとねタブフもつけて解説動画やっていきたいと思います。タブフとねポジション表もねつけてね、初心者の人はまあ最初ね、タブフで練習するもいいんですけど、ある程度ねもう半年とか1年とか経ってきて、もう中級者くらいになったら、あんまりタブフタブフタブフってタブフに依存していると次のステップに行けないので、もうある程度結構ベース歴長くなってきた人は、そこからね次のステップとして自分で耳を鍛えて、耳コピーしたりとかして、自分でフレーズ拾えたりとか、自分でアレンジできるようなところまで行ってくれると、僕的には嬉しいかなと思います。でタブフタブフタブフがないと弾けませんみたいな感じだと、ずっとねそのままで歴が長くても全然うまくない上達しない人になってしまうので、そこはちょっと気をつけましょうということでやっていきましょう。ということで今日ね星野源さんの曲やってきました。僕なりにちょっと最初の冒頭のイントロはアレンジしてコードで弾いてます。コード弾きで、まあ原曲はルート音でこうやってドーンドーンで、ここをねベースだけで僕音源打ち込みとかで作ったので、ベースラインねコードで弾いてるんです。最初こういう風に弾いてます。と僕が今回弾いた音源はこんな感じです。という感じでね弾いてます。これは原曲と違うんですけど、僕のアレンジのコード弾きなんで、これコード弾きの練習としてちょっと練習してみてはいかがかなと思います。最初のね一発目がこうね、コードが D メジャーセブンスなんで、3弦の5フレット2弦の4フレット1弦の6フレット。僕の場合は親指人差し指中指でこう弾いてますね。こうやってつまんで弾いてます。でその後に D メジャーセブンスね、こうやって弾いてます。でその後に G メジャーですね。これ5度の音は省略してます。だから2和音でやってます。あ、ベースでねいっぱい音で低音でねこう和音重ねるとねちょっと濁りがすごくなっちゃうんでね、2和音でやってますね今回は。 G 4弦の3フレット G ですね。1弦の4フレットこれで弾いてます。で次 F シャープマイナー、 F シャープマイナーなんで4弦の2フレット1弦の2フレット、これも5度の音は省略してます。2和音、3和音のとこ2和音にしてます。そして最後に A7th のもう A7th は3度だけ抜いて、4弦の5フレットの A の音と 7th の音、この2個の音、これも2和音まとめると D メジャー 7th G メジャー F シャープマイナー A7th。 ゆっくりいきますよ。押さえてるポジションとしては、まあ D メジャーセブンスだと中指で5、3弦5フレット人
人差し指で2弦4フレット、小指で1弦6フレット僕は押さえてますね。まあ薬指でもいいです、1弦6フレットは。ちゃんとミュートも余弦がならないようにちゃんとミュートもしてこうやって弾いてます。セブンスで G、 このあと G は4弦3フレット人差し指で押さえて小指で1弦の4フレットで、そのまま半音下がって4弦2フレット1弦2フレット、今度はね中指にしてますけどね、1弦2フレットで、このまま4弦5フレット3弦5フレットですかね。オケに合わせるとこんな感じですかね。に合わせるとこんな感じですね。まあ、これがコードになります。で、その後に A メロのフレーズ、A メロのベースラインのフレーズいきたいと思います。これもちょっとタブ譜つけときますんで、皆さんタブ譜も見つつ、ポジション表もここに書いてます。でまずね、A メロのフレーズですと、ちょっと一回音源聞いてみましょうか。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。こういう感じで弾いてますね。このちょっと5フレットでスライドダウン、ダーッドーダーッドダーッダーッダーッドースタートダーッ、こんな感じで弾いてますね。まずね、5フレット4弦5フレットをスライドダウンでこうやって、その後に、3弦の4フレット。で、ドーン、スターツってこう、ツーフィンガーのゴーストの音でね、ちょっとね、僕、手癖でツって入れて、ドーン、スター、スターって入れてるんですけど、多分ね、原曲の方は、多分ツって入れてないですね。ちょっとね、打ち込みのドラムなんで、打ち込みのドラムで音源作っちゃってるんで、ドラムのパターンでそのなんか良い感じにね、多分入ってスネアとかが入ってたのかな。打ち込みの場合ちょっとそれ入ってないんで、ちょっとね手癖でね入れちゃってるんで、これはね入れなくても大丈夫です。ドーダードダーで、こんな感じでいいと思います。ドーダードダーで、ちょっと今回流した音源だとちょっと僕手癖でドーダーって入ってますけど、これはね別に入れなくてもいいです。ドーン5フレット弾いて、ダー4フレット3弦4フレット弾いて、ド4弦2フレットドで、今度ここポイントですね、3弦1フレット伸ばします。でまた、4弦5フレットダ、ここちょっと切り、あの音切り気味ですね、ダッダードダーってきますね。でいきますね。でもう一回ドースタードーダードダー、でこの後が、4弦5フレット3弦5フレット4フレットダードーダー547っていきますね。ダードーダー
で、これ多分、ここはね、ツーフィンガーのゴーストノートをなんか入れてるっぽい音があるんですよね。ドードーダートゥッドーンみたいな。多分ね、入れちゃってると思うんですよ。ダードーダートゥッドーン。ダードーダートゥッドーン。ダー。ダードーダートゥッドーン。で、また5フレット、7フレット、スライダーをして5フレット。で、まあ、最後に3弦5フレットダーっていってまた最初に戻ります。ドダドダダダドダでもう一回ドダドダダこうね1フレットからこうなんかねスライドしながら次のポジション行くとなんかうねりが出ますよね。ドダドダツッダーンダードダーツッダーンダードダーツッダーンで次2回目は開放弦弾きます。ダードダーツッダーンドって感じですかね。ちょっとまとめてオケで流して弾いてみましょうかね。皆さんもご一緒に。こんな感じですね。ドースタートダータスタートダードダードダータダードダーツッダースタートって感じですね。ドースタートダータドダー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 ダーダーあとね最後最初のイントロのところのちょっと説明一個抜かしてました。まで来て最後のケツのところここが最後のケツのイントロのケツのフィルインのところですね。ここもちょっと僕のアレンジ入っちゃってるんですけどここスライドで7フレット、4弦7フレット3弦4フレット3弦5フレットドゥドゥドゥで開放弦ドゥドゥドゥあとは、A メロ入る前にこうもう曲始まりますよみたいなこううねりを出してスライディングすればいいと思います。予言でその後に A メロ行くドドーンスタードダーンダダーンドダーンドダーンドダーンダードダッダーンスタードみたいな感じで、ゆっくりのテンポで、皆さんちょっとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日はね最近流行ってるね逃げるは恥だがためになるだっけなっていうドラマのね主題歌の星野源さんの曲やってみました。これねすごいねベースラインもかっこいいので、皆さんイントロと A メロで手癖にしてみてはいかがかなと思います。引き続きねちょっと次の動画とかでサビのとことかボーカルのメロディーラインもベースで弾いてるのでそういうとこもちょっとね説明
解説動画上げられたら良いかなと思います。皆さんちょっと頑張って、初心者の方はタブ譜で手癖にしてみてください。中級者の方はあんまタブ譜に依存しすぎないように練習してください。ということで皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。この度マッキー流 LINE アットベースマガジンというものを始めました。こちらの LINE アットベースマガジンではですね、お宝ベースフレーズのスローモーション講座や最新のハッタリテクニック、そしてマッキー流のベースの音作り講座などを配信していこうと思っております。こちらの動画の下の説明欄にてマッキー流 LINE アットベースマガジンのご登録できますので、ぜひともこちらのご登録もよろしくお願いします。マッキー流モテるベースメルマガはこちら、 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。